ご視聴どうもありがとうございます。ザ・ケース・オブ・ザ・ゴールデン・アイドル。今回で最終回となると思います。というわけで、最後の事件ですね。二人の探検家の円満とは言えない旅立ち。もう二人の探検家って絶対さ、あの二人だよね。もうこのさ、この洋服着てるキャラがもう絶対そうじゃん。うん。まあ、やっていきますか。どこここ?傷ついた石の柱。ほう。で、上があるね。おー、なんだ?これ絶対オベロンゲラーだよね。ですよね、やっぱり。ははは、うまくいったよ、驚きで。私たちを追うと、さらにこの絶対的な力を目の当たりにすることになるぞ。アルバート、ずらかぶぞ。ほう。まんまと黄金像を手に入れたんだ。で、あー、これは、一番最初の事件で持ってたね、この契約書。うん。そういうことか。本当にあの一番最初の事件の直前っていうかそんな感じだよね。なるほどね。で、手術道具、ピストル、宝石と。で、アルバート・クラウズレーか。オベロン、一体どうしたんだ?独身術以上の力があるのか?独身術?でもこの感じを見ると、アルバート・クラウズレーは黄金像の力を知らなかったんだな。なるほど。だからか、だからアルバート・クラウズレーは貴重品の3分の2の権利を持つんだけど、オベロン・ゲラーは3分の1でいいから、その代わり黄金像を全部もらうよと。そういうことね。なるほど。で、アッシュブレアタバコかな。で、パイプと。はい。で、この人は?あー、クーラースティルナか。ズビリ、あなたがいなければ、私はとっくに殺されてたよ。一生の借りを作ってしまったね。あ、ズビリ?ズビリ?これか。ズビリー!ズビリ出れたんだ。あんななんか牢屋に入れられてたけど。うん。この決断の代償は大きかったかもしれない。私が彼に与えたものは、この世で最も危険な装置だ。ああ、だからズビリキャラは黄金像のことを知ってるわけね、当然。ですよね。うん。で、モムゴですね。うん。よくも大事な仲間に手を出したな。見つけ次第殺してやる。盗んだものも取り返させてもらうからな。うん。で、これはクルプルかな?うん。下がれ!まだ攻撃してくるかもしれない。彼らは帰らせてしまえばいいんだ。最も重要なことは、誰も怪我をしないことだ。そして、ラブについては後で、我々の手で始末をつけよう。そういうことか。ラブマタと、このオベロンゲラーが、裏で繋がってたわけだ。なるほどね。で、これがラブマタ?ですね。やめて、彼を止めて。あなたは、自分が何をしているか分かってない。私なら、彼らに対処できるはずだったのに。私がみんなの保護者であり続け、ずっと今の生活様式を守り続けることができたのに。それはな、勘違いだよ。絶対、オベロンゲラーはお前たちをなんなら殺してもいいぐらいに思ってるよ。うん。で?ああ、ヤヤンジーね。ゲラー、お前には誉れというものがないのか。命を救ってやったのに、これが恩返しか。盗み得た財宝が、お前に破滅をもたらすよう祈ってるぜ。なるほどね。うん。命を救ってやった?あれかな?ランカから逃げるときかな?ちょっとまだ、情報が足りないですね。うん。どっから来た?ここか。じゃ、これは、塔?お?なんだ?あ、これ、なんだっけ、なんとかバイト。なんとかバイトが唱えてた呪文ですね。人形か?なんだ、どういうことだろう。あ、時間帯が少ない。マジか。あ、で、これはあれか。ズビリがいた独房ですね。うん。お、場所も少ないぞ。お、これは?意外と早く終わっちゃう?あ、意外と早く終わっちゃうかもしんない、今回。ただ、多分、今回って、
そうまとめだよね。だよね。うん。これ、塔の住人。塔の住人は、要は、ハリボテだったってことですよね、きっと。うん。で、黄金像。うん。で、ここに、ラブマタか。ありがとう、ズビリ。この呪文は覚えておくよ。この古語というのは、ちょっと覚えるには向いてない気もするけど、あとは、評議会がお前を牢から出すことに同意してくれるといいんだけどね。ただ、たださ、ラブマタ、お前よく言うよ。お前のせいでズビリがここ入ったのにさ。え、上書きし初期化するコード、首をかしげるはずだ。自己破壊命令。はい。初期化するコードが多分さっき入ってたよね、ここ。うん、初期化してますね。で、手花トレーズノっていうのは自己破壊命令かな。自己破壊命令をラブマタが、いや違うな、テリートレーズノか。じゃあ自己破壊ではないのか。あくまでもラブマタは初期化コードを入れただけか。なるほど。で、はい。なるほどね。で、ズビリケラ。これらの言葉を正しい順序で大声ではっきりと言うんだ。これは古いレムリア語の特別な操作を表していて、あの存在の制御をできるようにして自分自身を破壊するような指示を与えるものなんだ。もうあなたたちの村は、あの暗がりの化け物の人質になることはないんだ。うん。なるほどね。で、日記か。1741年2月17日。島に来て37日目。誰がティッサを殺したんだろう。お前の目の前にいるよ。目の前にいるんだって。自動機械であるはずがない。早くここから出してほしい。この独房はとても退屈だが、ジャヤンだけは定期的に訪ねてきてくれる。うん。ジャヤン、いいやつだな。で、1741年2月18日。島に来て38日目。ジャヤンから、オベロン・ゲラーが島に到着したと聞いた。ここが若返りの泉の神話と関係があることをどうやって知ったんだろう。お前の親父だよ。お前の親父だよ。お前の知らないところで結構近しい人からめっちゃ裏切られてんじゃん、ズビリ。かわいそすぎるだろ。うん。あの男にはモラルがない。ですね。うん。それは間違いない。ただ、ズビリはズビリでね、オベロンに救われてるんだよな。うん。で、あー、これオベロンゲラーかな。見たまえ。これが君の描いた絵だ。この独身術も私が持つ数ある魔法の力の一つに過ぎない。私とそこの同胞にかかれば、君たちが塔の住人と呼ぶ存在も勝ち目はないのだ。なるほどね。クレヨン。あー、そういうことか。オベロンがなんか手品をしたから、そのトリックを暴けというわけですね。あー、そういうことか。こうやってオベロンは、こう、共同体に取り入ったんだ。で、信頼させて、で、塔に案内させたんかな、多分。ちょっとわかんないけど。で、まんまと黄金像とか財宝をかっさらっていたと。うん。よし。なるほど。で、これは？まさに奇跡だ。どうしてわかるの？おう。多分なんか古典的な手品な気がするけどな。うん。で？干渉をやめろ。私を抑えることができるのは新しいセンチングだけだ。これは誰が書いてんだ？ラブマタ？かな。これジャヤンジーかな。うん。かっこいいの石は確固たる石だってな。トゥルルルルル、トゥルルルルルルって何？ほう、縄、ナイフ、立方体と。うん。で、モムゴ？いやいや、こいつさ、このモムゴさ、なんとかならんの、こいつ。
私なんかこう、モムゴがさ、手のひらを返してんの3回ぐらい見たよ。偉大な魔法使い様、あなたなら、今度こそ塔の住人に立ち向かえるかもしれない。私たちは、切実に助けを必要としているんです。最後のセンチネルなど、肉体だけ剥ぎ取られてしまった。さあ、場所をお教えします。なるほど、これで教えちゃったんだ。少なくとも試してみる価値はあると思う。この男は不思議な力を持ってるように見えるよ。まあさすがにこの狭い島の中で育ってきた人間には手品は見抜けんか。クルプルはちょっと疑ってんのかな。クーラ、あの当該訪問者をどう思う？信用できるのか？で、子供か。何を言ってるのか全く分かんないよ。声も言葉もおかしいし、普通の人みたいに話してよ。そう言われてもな、アルバート・クラウズレイにそれは無理だろ。いい質問、悪い質問。はい、良い。何か手伝おうか。悪い。これはどういう仕組みなのか。好奇心が強すぎるのは危険です。好奇心は猫を殺すかってか。で、あなたは何歳ですか？村人はそれぞれ違う星の元に生まれ、寿命が短くなったり長くなったりする。だから、大人に年齢を聞くのは失礼です。男性にもってことね。なるほど。ねえ、旅人さん、その粉は何？僕にもくれる？ねえ、君も前の新人のように村人になるの？ズビリのことか。粉？なんか嫌な予感がするんだけど、粉って。少なくともオベロンゲラはこの村人なんかさ、死んだって構わんと思ってるよね。ああ、また心を読んでいる。船であれをされた時はゾッとしたよ。他人の頭の中を覗き見るような力を人間が持つべきじゃない。え、アルバート・クラウズレも信じちゃってんの？オベロンがその独身術使えるって。こっからどうやってアルバートがオベロンゲラを殺すに至るのか、ちょっと見物ですね。粘土のボール？火薬？あ、爆弾ってこと？そういう、いや危ないよ。子供にあげちゃダメだよ。めっちゃ危ねえじゃん。で、小さなルビー。おう。で、だが、パイプと。なるほど。こんなもん、ここは。で、これが確か、あれだよね。この、集会所の壁にさ、この文字を出すことができる装置があった場所かな？ですよね。コー・レムリア語。うわー、マジか。え、これも解読する必要がある？あ、そういうことか。黄金像のあのマークは、この、ここと対応してんのか。取る、与える、壊す。じゃあ、ズビリは、黄金像を壊そうとしたわけだ。あの、ラブマタにあの呪文を教えて。こうすれば、黄金像は自分で壊れてくれるはずと。多分そういうことでしょ。オベロンの手に渡る前に、黄金像を破壊しようとしたんだけど、それがうまくいかなかったんだ。なるほど。これ寿命か。そういうこと。ただ、あの、自動人形ってのがよくわからんな。何のためにはその自動で、その黄金像をさ、動作させて、人から寿命を奪ったりとかしてんだろうね、あれ。よくわからんな。私は、大浄化後の破壊されたゼノポリスの町で、無傷の万能転送装置を発見した。しかし、その装置は手が届かないところにあるのだ。そこで、遠隔操作をして使っている。古代の自動機械は、鋭い聴覚を持つのだ。これ、誰？誰の手記？これ。ラブマタか？私たちの祖先は非常に狡猾だったようで、様々な制限を施している。自動機械は、声の指示を出した人にだけ装置を向ける。15歳以下を標的にした命令には反応しない。15歳以下を標的にした命令。だから、センチネルは一定の年齢に達していないとなれないと。いうわけか。
こんなもん？ここは。で、はい、重厚で不動のように見える石の扉。いや、多分ね、これで開くんですよ。これをなんか一定の順番で押すかなんかすれば、開くよ。あれ？ワードが足りねえ。ワードが足りねえぞ。なんだ？なんか見落としているのか？あ、これか！破壊された石の橋。OK。これで全部集まったわけだ。ってなると、見ていきますか。基地の情報ね。なるほど。まあ、とりあえずこの遥か昔ってとこから埋めていってみるか。これ多分だけど、こっちか。この手記の内容かなっていう気がするんで、問題は、この手記を書いたのか誰かって話なんですよね。単純に、唐の住人って言っていいのか。でも、唐の住人なんかいなかったじゃん。結局。単なる人形じゃん。って考えると、個人を特定するんであれば、おそらく、こいつしかいないよね。どう考えても。で、だとしたらラブマタは、ずーっとセンチネルの寿命を吸い上げながら、共同体の中でずっと生きながらえてきたってことか。ってことだよね。気づくんじゃない？普通。誰か気づくんじゃないかな？違うのか？ま、とりあえず、ま、ここは黄金像でしょ。で、発見したんだよ。で、それは、遠隔装置、だから声かな？声、そういうことか、なるほど。だから、センチネルはここで呪文を唱える。そうすると、黄金像がセンチネルから寿命を奪う。その後、多分、しれっとラブマタが、ここに来て、なんか別の呪文を唱えたら、その吸い上げた寿命を、自分に移すと。音声操作。音声操作によってのみ動作する。で？で？何々の何々のみを何々するものだ。多分標的にするのかな？これ。だから声を出した人に装置を向けるはずだから、ここはだから標的にする。話者かな？ってなると、まあ、また音声操作なのかな。そこで、やっぱラブマタかな？ラブマタが、ラブマタが、違う。毎回間違いんだよ、これ。唐の住人という、神話かな？神話でいいんかな？神話しかない気がする。うん。唐の住人っていう話を作り出したんだ。多分最後の彼らの何々を、何々が何々ということを示していたっていうのは、彼らの寿命を、やっぱラブマタかな？ってことかなっていう気が。ラブマタが、取る。多分この操作を行いかなって気がするんですよ、ここは。操作を行、黄金像の操作を行って、村人か。ここは村人ってことかな？ここが村人かな？はい、違います。これ、あれか。ダブルクォーテーションで囲んであるってことは、ここか？ここと関係してくるってことか。だから、そういうこと？で、この青は取るか。
取る。で、寿命？これ順番だよね。黄金像にどの順番で入力されてたかっていうと、ちょっと待って、ちょっとごめん、一回戻る、戻るわ。こっちに行って、ここでどう入力されてるかっていうと、トール、これが寿命でしょ？これ物質かな？確か。トル物質寿命。トル物質寿命だったと思う。トル、うん。そうだね。だからここは、トル物質寿命だ。こうだ。で、彼らの寿命をラブマタが、ここがトルだと、こっち与えるになっちゃうんだけど。一つか二つ誤りがある。ってなると取る？そういうことか。だってここが取るだからさ、黄金像的な発想でいくとここが与えるになるんですよ。なるんですよ。まあそれはいいとして、やっぱラブマターなんだな。怖いわ、ラブマター。いつから生きてんだよ。で、船の到着後。船の到着後は、解放ってなると、おそらく、ズビリケラ、じゃない？で、ローから解放でしょ。このダブルクォーテーションもおそらく、呪文だよね。ってなると、ここ？これ、与える物質寿命。でも、二つのワードだな。二つのワード。ってなると、ここか？いや、違うな。これか。いや、でも、取る物質だね、これ。取る物質ってことは、ここで橋が壊れてるってこと？ってなると、こうってこと？オベロンゲラーが、取る物質の操作ですね。で、石の橋か。石の橋を破壊した後だったってことかな？オベロンゲラがそれをやってたのかな？いや、なんとなくさ、黄金像をオベロンゲラが入手したのってこの辺の話なんかなっていう気がするから、それに先立ってはできないよね。この下から行きます。下から。ここは多分わかると思うんだよ。まずこの呪文はさ、埋めれんじゃん。長菜ってのは、長菜は、取る。だから、これは取る。これは取る。で、ブリーンは多分、物質だよね、きっと。うん。だから、取る、ここはだから、取る物質寿命なんですよ、ここ。で、逆に、こっちが、与える物質寿命なんだ。で、下は与えるとりあえずの道具。道具。で、これは黄金像が塔の中にあるときですよね。で、何々の何々だけを何々することができた。いいのかな？ダブってるけど。こういうこと？こう？合ってるわ。なんか、ダブってんだけど、謎が。まあいいか。まあいいか。ただ、塔の中にある時っていうのが意味深ですよね。まあ確かに、この段階でオベロンゲラの手に渡ってはいるんだけど、像は。
明らかにか縛られてるってことはさ、人質になってたってこと？ゲラーの。やりそうだよね。うん。で、ここで石の橋を破壊したのは、オベロン・ゲラーでしょ、きっと。ってなると、このトンネルにての話が埋めやすい。おそらくここが、オベロン・ゲラーで、石の、うん、多分、こっちが石の橋だな、多分。で、破壊。多分、こうですね、ここは。で、黄金像を明け渡してるよね。ちょっとこっちからもらうか。うん。こうだよね。で、ここが、ラブマタを人質に取ってるんだ。縛られてたもんね。うん。で、まあ、人質に取ったのは、多分、オベロン、パイセン。だと思うんだけどな。アルバートだったりする？なんかね、アルバート・クラウズでロープ持ったんだよな。でもこれロープじゃないよね。なんか、草のつるかなんかだよね。この、縛ってるものは。じゃあ、オベロンでいいのか？で、誰が、黄金像を渡したかっていうと、多分、この話か？いや、違うか。人質になってたのはこっちかもしんない。クーラかもしんない。クーラ・スティルナを取り返すためにズビリが、だからラブマタじゃないんだ、きっと、ここは。人質取ったのは、クーラ・スティルナだ、きっと。こうだ。で、ズビリ・キャラが、黄金像を渡したんだ。多分この段階で黄金像を塔から回収してますね。おそらく。多分そうでしょ。だから、黄金像、また間違えた。ここは、黄金像を、取得した後だった。かな？それをやるとしたらラブマタだよね、きっと。こうだよね。で、ラブマタが、そうか、これで、ラブマタは、ズビリに仮を作ったんだよ。それで、待って。そうだよね。これと合致する、立方体はどこにあるかっていうと多分ここにあるよね。やっぱり。うん。そういうことだ。なるほど。だから、牢から解放したんだ。それでいくと、何々を見返りに得た、だが、黄金像はなかったっていう流れだよね、きっと。ってなると、ちょっと、ここが、アルバートかオベロンかわかんないとこはあるんだが、見返りに得たものは何かっていうと、財宝かな？財宝を見返りに得たと。うん。本当は黄金像を探してたんだけど、それはなくって、まあ、代わりに財宝をもらったよと。財宝を見返りに得ているのは誰かっていうと、多分、オベロンか？それかアルバート・クラウズレー。あ、だから、こうってこと？両方を含んでる。当該訪問者。で、塔へ赴き、財宝を見返りに得たってことは、つまり、ここで、モムゴが、今度こそ塔の住人に立ち向かえるかもしれないって言ってるから、おそらく塔の住人を、破壊かな？破壊だろう、多分。黄金像を取ろうと思ったら、
自身はワードにはないのか。てっきりその与える自身とかそういうので黄金像をゲットできるのかと思ったけど、あ、道具与える道具かな。で、あとはここですよ。祝杯をあげる。まあ、祝杯をあげるとしたら村人かな。一つか二つ誤りがあります。待ってよ。確かここで入力された呪文が全部ここに出てるよね。やっぱ手仮名とりあえずのだから、与える道具で合ってるわ。これで黄金像をゲットしてると思うんだよね。ちょっとこの真ん中どこが間違ってるかわからんので、先にちょっとトンネルにてから埋めていくか。下が合ってるんだとすれば、何々を取り上げっていうのはおそらく黄金像でしょう。で、ここで、ズビリケラが黄金像を明け渡しっていうのが合ってるんだったら、ここで黄金像を手に入れたのはズビリケラでしょう。まあ、取り上げたとしたらラブマタから取ってるね。こっから取ってるでしょう。ラブマタを縛って押さえてるのがジャヤンジーってことは、ここがジャヤンジーってこと？ジャヤンジーが黄金像を取り上げた。で、ズビリケラが入手した。ってことかな？で、ここがね、多分黄金像を、多分まあ黄金像だと思うんです。いや、でも黄金像を使ってかな。この守護が、ラブマタだとしたら？ラブマタだとしたら、どういうストーリーになるかっていうと、このセリフから何かわかるかな？これだ。彼らに対処できるはずだったのに、ここでしょ。つまり、ラブマタは、オベロンとかアルバートを殺そうとしてたんだ、きっと。だから、当該訪問者を、殺すつもりだったんだ。で、ここでってこと？ここでやろうとしてたのか？ってことは、石の橋ってことか。石の橋の上で殺そうとしたんだけど、それをズビリケラとジャヤンジーに邪魔されてしまったと。いうわけですね。そういうことか。あと一個どこだこれ。これどこ間違ってる？待って。ラブマタじゃないのか、解放したの。解放したのラブマタじゃないぞ。誰だ？ジャヤンジーか。これだ。このロープを使って、ズビリケラを出したんだ。そういうことか。ここがだからジャヤンジーなんだ。オッケー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 。ジャヤンめっちゃいいやつ。めっちゃいいやつやん。ラブマタは、ズビリが無効化の行動を知ってることを知ると、すぐに塔に赴き、自爆命令を出す代わりに、そう、黄金像を、ゲットしたわけだ。そんなことするから、後の悲劇につながったわけね。まあ、自業自得というか。なるほどね。で、これが最後、何が起こったんだ？ズビリケラですね。村人たちだ。
おお、よかったじゃん、ズビリー。信頼されてんじゃん。ほう。あっ。そういうことか。そういうことか。アルバートがオベロンの独身術を本気で信じていた。だからこそ、オベロンは死んだわけね。なんだろう。皮肉というか、なんというか。人を騙し続けてきたことが、最終的に自分の首を絞めるっていうね。はい。というわけで、Thank you for playing the Lemurian Vampire. いやー、面白かった。本当に面白かったわ。なるほど。こうやって最後、アルバート・クラウズレーが、なんだろう、頭が悪いと言っちゃなんだけど、馬鹿正直にオベロンを信用ってか、信じていたばっかりに、逆にオベロンが死ぬっていうね、この最初の事件につながるこの展開を、これは、なかなか面白かったですね。はい。で、なんとこのゲーム、今ね、続編が制作中ということで、なんか今年出るんじゃないかっていうことなんで、混ぜたらね、またやっていきたいと思います。はい。というわけで非常に面白かったです。The Case of the Golden Idol 今回で最終回です。ご視聴どうも本当にありがとうございました。またどこかでお会いできる日が来ることを楽しみにしております。それでは、ごきげんよう、さよなら、ありがとうございました。